江ン源神は平安時代中期の天台宗の僧。エシン僧図と尊称される。浄土神宗では七高僧の第六祖とされ、源神和尚、源神大師と尊称される。エシン僧図誕生令知非年齢は数え年。日付は文献との整合を保つため、旧暦表示とした。天行五年、山和国北葛城軍東馬に生まれる。要命は千気くる。 父は、浦部正地母は、清原氏。天略2年、7歳の時に、父と死別。天略4年、信仰心の厚い母の影響により、9歳で、比叡山中高の素寺経大資料源に入門し、士官業、社名業を学ぶ。天略9年、徳土。天略10年、15歳で、小三浄土業を講じ、村上天皇により、北家八甲の講師の一人に選ばれる。 そして、貸しされた褒美の品を故郷で暮らす母に送ったところ、母は剣心を勇める和歌を添えてその品物を送り返した。その還元に従い、料理の道を捨てて、横側にあるえ神院に診生し、念仏三昧の弓道の道を選ぶ。母の還元の和歌、後の世を渡す橋とぞ思い必死にを渡るそうとなるぞ。悲しき誠の弓道者となりたまえ、栄冠二年十一月、死。 両元が病に侵され、これを機に、王女要衆の戦術に入る。栄冠3年1月3日、両元は自弱。神奈元年3月、王女要衆脱行する。観光元年、藤原道長が消えし、検証総図となる。観光2年、母の還元の通り、名誉を好まず、わずか1年で、検証総図の位を辞退する。昭和三年、阿弥陀行略記を戦術。 広人元年6月10日、76歳にて自弱。臨終にあたって、阿弥陀如来像の手に結びつけた糸を手にして、合唱しながら入滅した。玄神は、日本の浄土教の祖と称され、法年や親鸞に大きな影響を与えた。浄土宗の開祖である法年は、玄神の師長、王城陽宗によって7世紀の塔の宗禅道の浄土思想を知ることとなった。 浄土真宗の宗祖とされる診断は、主張、剣浄土真実協業賞文類、高官の末尾にある、下将、正信念仏下、源信明で、源信広会一大教編起案要官一切、千雑修身版先進法下に土星弁立、極重悪人ただ勝仏和がまたありかれ、摂取中本のサ利リガンども踏み台比、無剣上昇がと原神の徳と教えを称えている。また、 高僧和山において、原神大師十種を作成し称賛している。なお、紫式部の、源氏物語、芥川龍之介の、地獄編に登場する横川の僧図は、原神をモデルにしているとされる。2016年は、原神千年延期にあたり宗派の枠を超えて、浄土宗と西本願寺が、延暦寺において、法要を営んだ。また、原神千年延期を迎えたのに合わせ、 2017年2月には、天台宗総本山、延暦寺の座数を同時に、浄土宗総本山、地温院と浄土新宗本願寺派本山、西本願寺において法要が営まれることとなった。ありがとうございます。